フットボールクルブドゥナントはフランスナントに本拠地を置くサッカークラブチーム。2019から20シーズンはリーグアンにする。第二次世界大戦中の1943年4月21日、ナント市に本拠地を置くいくつかのクラブが合併し、一つのビッグクラブとなることを目的として FC ナントが創設された。1992年から2007年までは、 FC ナントアトランティックという名称だったが、2007から08シーズン開幕前に FC ナントという名称に戻された。フランスで最も成功を収めているクラブの一つであり、リーグアンで8回、クープ・ドゥ・フランスで3回、トロフェ・デ・シャンピオンで3回優勝している。優秀な株組織を持つことでも知られ、マルセル・デ・サイ、ディ・ディエデシャン、ミカエル・ランドロー、クリスティアン・カランブーなどを輩出している。 最も有名なニックネームは、レコナリスであり、レジアン・イベルや、ラメゾン・ジョーヌと呼ばれることもある。主に、ホセア・リバス監督、ジーン、クロードス・スアウデアウ監督、レーノ・ドゥヌエ監督によって主張された、ナント主義という共通の精神で知られている。アウェイ試合でのナントサポーター1943年、ナント市には5つのクラブが、本拠地を置いていた。マリネットのマルセル・ソパン監督は、 五クラブが合併して一つになれば、スポーツ面での競争力が増すと考え、現在の我々は小さなクラブだが力を合わせれば素晴らしいチームになるだろうと述べた。クラブカラーの緑色と黄色は創設者の一人であるジーンルギが所有する競争場の旧社に由来している。1944年にはソパンが会長に就任した。 ドイツでの強制労働を回避するため、パリの多くの若手選手が各地域圏に移住していたが、ソパン会長はクラブの何人かのメンバーと共にパリを訪れ、プロコーチや有能な選手を探した。健全な財政状況に加えて、ソパン会長がガブリエルアノと個人的な付き合いを持っていたことから、なんとはフランスプロサッカーリーグ機構の前身であるグラップメント、 デクラブスオトリスの一員となった。フランスにおける第二次世界大戦が終結した1945年7月、クラブはプロ化された。プロクラブとしての初試合は、スタートオランピックでコロンブで行われた CA、パリ戦であり、南東は2-0で勝利を収めた。初のホームゲームとなった、トロは AC 戦には0から2で敗れた。初年度となった1945から46。 シーズンを5位で終えたが、議論の末にエメニック監督がチームを離れ、アントワーヌ・ロブが公認監督に就任した。1962から63シーズンには16、連勝を記録し、FC 訴訟に0の9で敗れて、連勝記録が途絶えたが、ディビジョンズで2位となって、ディビジョンン昇格を決めた。1963年、南都市議会は、 かなりの金額の補助金をクラブに支出することで、FC 南都の初のトップリーグ挑戦を支えた。昇格決定の9日後、クラブの黄金期を見ることなく、ソパン会長が死去した。昇格初年度の1963から64シーズンは8位だったが、1964から65シーズンにはディビジョンアン初優勝を飾った。 攻撃的な戦略を進歩するホセアリバス監督の元で宣伝されたプレーを見せ、アリバス監督は組織的で攻撃的な南都主義の精神をクラブに植え付けた。1976年夏にはアリバス監督が職を離れ、ジャン・バンサンが監督に就任した。黄金期にスタッド・ランスでプレーしていたバンサン監督は1982年まで再配を振るい、古いバンサン監督同様に、 なんと主義の精神を持つジャンクロード・スオードに監督の座を引き継いだ。ディビジョンアンでは1972から73シーズン、1976から77シーズン、1979から80シーズン、1982から83シーズンに優勝し、クープ・ド・フランスでは1978の79シーズンにアージオ・セールを4から1で破って優勝した。 この試合で、ハットトリックを達成したエリック・ペクトは、何との歴史に名を刻んだ。九百八十二から八十三シーズンのリーグ戦では、ユーゴスラビア人ストライカーのバヒド・ハリル・ホジッチが二十七得点で、最優秀ストライカーとなった。クープ・ドフランスでは決勝に進出し、パリ・サンジェルマン、FC と対戦した決勝では、ストライカーのジョゼ・トゥレが記憶に残る得点を挙げたが、 結局2から3で敗れて、準優勝に終わり、リーグとカップのダブルを逃した。1984から85シーズンは FC、ジロンダン・ボルドーに次ぐ2位。1985から86シーズンはパリ・サンジェルマン FC に次ぐ2位と優勝争いの常連だったが、やがてなんとは、困難な時代に突入した。1988年、スオード監督が退任して、 ミロスラフ・ブラゼビッチ監督が就任した。しかし、ブラゼビッチ監督は、クラブの期待にそう結果を残せず、1988から89シーズンと1989から90シーズンは7位、1990から91シーズンは惨めにも15位に終わり、3シーズン連続無冠となった。1991年7月には再びスオード、監督が就任したが、 1991から92シーズンは9位だった。1992年7月、DNGG の運営上の決定によって、ディビジョン・ドゥ・コーが決定していたが、FC ナントは FC ナント・アトランティックに改名し、ディビジョンアンの地位を保った。1992年には、ナント主義の精神が復活した。1992から93シーズンのクープル。 フランスでは10シーズンぶりに準優勝し、1993から94シーズンの同大会ではベスト4となった。リーグ戦の成績も改善を見せ、1994から95シーズンには12シーズンぶりのリーグ優勝を果たした。この時期には、ヤフェット・エンドラム、パトリス・ロコ、レーナール・ペドロス、ニコラ・ウエデク、クロード・マケレレ、クリスティアン・カランブーなどが成長した。 1995から96シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではベスト4となったが、1995年から1997年には財政難に悩まされ、主力選手たちが次々に対談した。UEFA ユーロ96号、ウエデクト・ペドロスはすぐに代表から遠ざかり、エンドラムは AS ・モナコで度重なる怪我と格闘した。 カランブーとマケレレは成功者の道を歩み、フランス代表の主力に成長した。毎年のように主力の放出を強いられることにやけが、さし、スオード監督が1997年に退任して、サッカー界から退くと、かつて B チームを率いていたレイノー・ドゥヌエが監督に就任した。1996から97シーズンには30戦無敗を、 続けて3位となったが、モナコに敗れたことで、UEFA チャンピオンズリーグの出場権獲得は逃した。1997から98シーズンからの3、シーズンは中位に停滞したが、クープ・ドゥ・フランスでは2連覇を果たした。2000から01シーズンには、ビオレル・モルドバン、エリック・カリエール、サロモン・オレンベなどを要し、6シーズンぶり8回目のリーグ優勝を果たした。 ソクプレスによって買収され、長年サッカー界で生きてきた、ジャンリュック・ジュリポンが会長に就任した。2004年、脱走グループが、ソクプレスからクラブを買い取って所有者となったが、クラブの運営には介入せずに経営陣を離れ、クラブ所有を望んでいたわけではなかったこと、望みは、クラブ運営によって、損失を出さないことだということが明らかとなった。 2003から04シーズンのクープ・ドゥラリーグ FC 訴訟戦ではキーパーのミカエル・ランドローが PK 戦で PK を失敗し同大会敗退と UEFA カップ出場権獲得失敗が決まった2004から05シーズンはリーグア1解明後最悪のシーズンとなり最終節を前にして降格圏内の19位だったが最終節の FC メッス戦に勝利して17位に浮上し ハロージュテリーイーグルズ降格を逃れた。しかし、シーズン中に、クラブは前例のない危機に瀕した。キャプテンのランドローマ選手たちの反乱を先導し、ロイク・アミスセ監督の解任を要求すると、サポーターも選手たちの反乱に賛同し、訴訟戦では、ジュリポン会長を襲撃するために、150もの座席が引き剥がされて4人の売り子が負傷した。 2005から06シーズン開幕前、脱走一派は、取締役のロバート・ベジェンスキーと、クレバー・ボビン、選手のランドローと生え抜きのフレデリックなロシアにクラブを離れるように要求した。セルジュルディゼ監督は就任後半年しか経過していなかったが、同時期には、バヒド・ハリルホージッチに、監督就任を打診した。2005年6月28日、脱走一派の臨時会議後に、 ジュリポン会長が退任して、ルディルシオンに変わった。2006年9月20日にワルディゼ監督が退任して、ゼルジュ、イオ監督が就任したが、イオ監督はわずか5ヶ月で監督の座を追われ、2007年2月12日には、ミシェルデルザカリアンとエンドラムが共同監督に就任した。5月9日の FC ジロンダンボルドー戦には勝利したが、 他会場の結果によりリーグで降格が決定し、44シーズン連続トップリーグ在籍の記録が途切れた。このシーズンには何人ものアシスタントコーチが就任しては去り、キーパーのファビアン・バルテズも同様だった。シーズン最後のホームゲームとなったトゥールーズ FC 戦では、不甲斐ない成績に起こった多数の観客が86分にピッチに乱入した。2007年には、 遺跡市場で忙しい夏を過ごし、新オーナーが就任。2007から08シーズンには、1963年以来となるリーグドゥの試合に臨んだ。2008年には、クラブ名称とエンブレムの変更が行われた。クラブ名称から、アトランティックの文字が取り去られ、1992年までの名称である FC ナントに戻った。2008年の序盤には、 クレルモンフットセントルワーブル AC 戦に敗れ、クープ・ドゥ・フランスでは、スダンに敗れて6シーズンぶりの早期敗退となった。リーグ戦では、スタッド・ブレスト戦、SC ・バスティア戦、スダン戦の3試合では、新加入のフィリップ・ドルデビッチが計4得点を挙げて、3連勝を飾った。2008年4月25日、モンペリエ HSC 戦に1から1で引き分けて、リーグアン復帰を決め、 最終的にルアーブルに次ぐ2位となった。しかし、2008から09シーズンは19位に終わって、リーグで降格となった。この時期のなんとは、3万7千人収容のスタジアムに1万人の観客を集めるのにも苦労した。2012年1月には、アルナスル SC からイスマエル・バングラを獲得したが、契約の際に、規約違反を犯したとして、2013年1月に、 国際サッカー連盟から1年間の補強禁止処分を受けた。FC 南んとのライバルは FC ジロンダンボルドーやスタッドレンヌである。ボルドーとの対戦はアトランティックダービーと呼ばれる。同じブルターニュ地方に本拠地を送れんぬとの対戦はデュルビドラ・ブルターニュと呼ばれる。スタッド・ドラ・ボージョ・ワール。ありがとうございます。